子どもの未来をあらゆる角度から深掘りする特集コーナーです。今日は子どもたちの集中力、思考力を高めると最近注目されている麻雀教室についてです。開催するたびに満席になるというその人気の理由を取材しました。灰を積もる一手一手に思いを込めるのはちびっこ雀士たち。やっぱ本気出してるの。麻雀を通して算数が得意になったと話す子どもも。あの昔の2歳ぐらいにおじいちゃんの家でやった時にあんま持ってきた牌を何回も切っちゃってたから、それでどんどん大きくなって自分で考えたら切れるのがなんかちょっと成長したなと思って。点数の計算で算数とか頭をよく使うから算数の勉強が得意になった。こちらは麻雀の普及を目的に全国でおよそ140校展開する麻雀教室。都内にも20校ほどあり、大井町校では月に2回小学生から高校生までを対象に500円のワンコイン子ども麻雀教室を開いています。麻雀は34種の牌を組み合わせ、そのパターンによって得点を競うゲームで、ルーツは紀元前の中国と言われています。これまで麻雀は大人の遊びというイメージもありましたが、めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しい。女子会さながらのトークを展開しながら楽しむ姿も。そんな子どもたちに好きな手を聞いてみると、3色イーペイコーです。チンローと上がったら誰でも見たら綺麗だなって思う牌が揃ってるから。2018年に発足した各プロ団体の垣根を越える M リーグや漫画やスマートフォンアプリなどの普及で、今では麻雀は子どもたちにとって身近なものとなりました。教室を開催している代表の池谷さんは、麻雀によって育まれる力があると話します。何十万回に1回の出来事もあればままあることもあり、自分の思惑通りいかないケースもたくさん出てきますので、その中で、偶然という巨大な数字の中で自分の思惑がどう達成するのかを身につけていく、そこに人間としてのこう価値観とかも育まれるものと思っています。集中力、忍耐力に加え、周りの子どもたちと顔を合わせコミュニケーションを取ることで社交性なども養われるといいます。さらに、麻雀は相手の捨て牌のみで情報を整理し手を読むことから頭の体操になり、思考力アップも期待できるといいます。一つの手から闘争力をどんどん広げていくと思いつくようになった。麻雀始めて、麻雀やると国語の能力高くなるって言われてたんですけど、まさか本当だったとは。麻雀を始めてから勉強が得意になったという子どもたち、保護者も成長を感じていました。学校以外でこういう自分の楽しめる場所ができたっていうことで、学校の方でもだいぶ活発で明るくなったりとかで、友達関係もこう、いろいろ交流が増えたりとか、いろいろいい面で影響が出てるかなとは思います。1日の目標を立てて頑張ろうっていうのを朝一番にできるようになったのがいいなと思ってます。子どもたちは麻雀によってたくさんのことを学び、未来に生かしたいと思っているようです。負けちゃったりするんですけど、その負けた時の悔しさをバネにして自分も頑張るぞっていう気持ちになれる。負けた時にどう自分が成長するかっていうのを自分で考えて自分で成長していく。将来の夢はもちろん M リーガーです。もちろん M リーガーです。
麻雀プロの中で一番上に行きたいです。